おはようございます。いったんです。今日は大学生トレーダーの一日に密着していきたいと思います。実況解説はいったんでございます。今ね5時前なんですけど、今日はこれから大谷さんの試合があるということで早起きをしました。で今日のねタイトルは仮想通貨で荒稼ぎする大学生ってなってると思うんですけど、そう最近ね仮想通貨市場がまた盛り上がってきて仮想通貨のねトレードを頑張っています。で以前ね1日密着の動画をアップしたんですけど、本当に稼いでるのかよっていうね、コメントがたくさん来たので、今日は少しだけその証拠を公開しましょう。ということでまずねこの画像が FTX っていうね仮想通貨取引所に8月の初めに入金した50万円です。でこれをねどこまで増やせるのかチャレンジを、Twitter でね勝手にやってて、とりあえずね8月は2倍の100万円にしました。で今撮影している日がこれ9月6日なんですけど、現在がこちら、はい、130万円を超えています。でついでにね、この FTX の資産推移がねこんな感じです。8月2日からスタートして、8月16日にはもう2倍をね達成したんですけど、そこからね負けが続いたりして、結局8月末に2倍っていう形で終わりました。なんですけどね8月2日スタートで増えたり減ったりしながら、右肩上がりでね現在は増え続けてます。でもねこれだけじゃなんか送金して資金入れただけだろとか言われそうなので、入金履歴の画像も見せます。それがねこちらです。はい、レイでね入金したんですけど、この時の価格で、50万円分8月1日に入金してから何も入金はしていません。はい、でここからね、少しお話が変わるんですけど、今3日連続日収10万円中です。なのでね今日は4日連続がかかっています。これの証拠も見せると、これねインスタのストーリーなんですけど、これがね9月3日で、こちらが9月4日で、これが9月5日っていう風にねなってます。こういうこともねSNS とかに上げてるので、ぜひインスタグラムとツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。でたくさん話してるうちにトイレ行ったり顔洗ったり進んでますね。今はね相場チェックをしているんですけど、実はね昨日ロングしたポジションをまだ持ってて、それがねどこまで伸びてるのか、まず見てみましょう。はい、これリップルなんですけど、昨日ねこの辺でロングを持って、でそこからずっと上がってきて、今ねこの辺まで来てるって感じです。損切りをね今ここまで上げてます。で今の利益がどんぐらいかというと、はい、リップルのロング8400ドル分で、大体今276ドルプラスなんで、約3万円ぐらい今プラスですね。まだもうちょっと上がると思ってるので、もう少しこのポジションを持っておきたいと思います。はい、ということでね大谷さんの試合観戦をしましょう。また試合が終わったら皆さんお会いしましょう。おっと、試合の途中ですが動きがあったようです。リップルがね急に上げてきましたね。はい、331ドルプラスですね。もうここでね決済しようと思います。朝から3万5000円の利益です。気持ちいい朝だ。はい、ということで大谷さんの試合も終わりました。今日は残念ながら4打数ノーヒットでした。はい、今からはねこの日アップ予定の動画をね編集します。こんなね朝から編集するの珍しいんですけど、今日はねちょっと昼からある用事があって、出かけるので、朝のうちにね終わらせておきます。いつもね1日密着って言ってもなんかずっと家にいるような動画なんで、今日はねいつもと違った感じで見てもらえると思います。はい、ということで編集が終わりました。今から出かける準備をしていきます。はい、なんかね準備してたら荷物が届いて、ヤフーショップでね注文してたシャンパンですね。シャンパンコレクションをねしようと思ってね買い集めてます。とりあえずね2本買いました。モエとブーブっていう、少しいいシャンパンですね。多分こんなことしてる大学生は僕だけじゃないでしょうか。はい、出かける準備ができました。少しだけねチャート分析をします。調子乗ってね稼いでますって言ったんですけど、今のね仮想通貨相場は、勝って当たり前の相場ではありますね。はい、それではお昼ご飯にしましょう。はい、今日のお昼ご飯は仕送りで送ってもらったそうめんです。いただきます。本当はね UberEats 頼もうかと思ったんですけど、時間なかったんでやめました。ごちそうさまでした。それでは出発です。はい、最寄り駅までね歩いてるんですけど、マジで暑すぎる。今から天王寺の方に行くんですけどね、
まあ、とある事業に向けて物件を探しに不動産屋さんにね行きます。はい、天王寺にやってきました。友達とね合流したんですけど、まあ、顔出し OK ということです。ハルカス綺麗ですね。ということで不動産屋さんに着きました。行ってきます。心斎橋にやってきました。不動産屋さんではねちょっと全然撮影ができませんでした。次へ行きます。次はこちらのタワーマンションである打ち合わせがあってやってきました。打ち合わせ終了、まあ、お腹もね空いたのでちょっと今日ラーメンの気分なので今から晩ご飯に行きます。はい、ラーメン大戦争っていうね、まあ、有名なお店にやってきました。このチャーシューマジでやばすぎません？めっちゃ美味しかったです。はい、またまた天王寺に戻ってきました。ちょっとね忙しくて外でほとんど撮影できてなくて申し訳ないです。夜のハルカスも綺麗ですね。それでは帰ります。はい、ということでもう少しで到着です。あまり寝てないのもあってねかなり疲れました。帰りました。帰ったらねアルコールティッシュで財布とか、まあ、時計とかカバンとかね全部拭きます。まあ、コロナの感染対策でもあるんですけど、なんか普通にねベタベタして嫌なんですよね。このね靴の汚れマジでショックなんですけど、しかもね両足に。誰かどうやって取れるか教えてください。疲れてたんでねすぐお風呂に入りました。疲れた後のお風呂って最高ですよね。それではチャート分析をしていきます。まあ、今日はねずっと外にいたので、まあ、その間全くトレードはしてません。まあ仕方ないですね。今からトレードできそうか見てみたんですけど、まあ、今日はちょっともう入れるところはなかったです。ただね外出中に結構激しく動いてて、まあ、そこでねちょっとトレードしたかったなっていう感じですね。読書しましょう。これはね、まあ、僕の日課なんですけど、今日はブログ飯っていう本を読んでます。今ねあのブログみたいな感じでノートをね書いてて、まあ、これからね投稿していこうと思うので、まあ、またね書けたら報告します。よし、それでは晩酌にしましょう。トリスのねウイスキーを入れて、ジンジャーエールで割ってねジンジャーハイボールにします。あのねお酒飲むとねよく寝れるんですよ。つまみはね業務スーパーのタケノコの煮物です。これねめっちゃ美味しいんでおすすめです。ということで今から月曜から夜更かしを見ながらお酒飲んでね寝るだけなので、これにて僕の一日密着は終了となります。まあ、いつもとは違ってねあの外出をずっとしてたんですけど、まあ、外でねあまり動画が撮れてなくてすみません。トレーダーの一日はね結構人気な動画なので、まあ、またやってみようと思います。皆さんぜひチャンネル登録と SNS のフォローよろしくお願いします。それではおやすみなさい。